地図玉江デルタあるいは玉江三角巣は中国玉江河口の甲州、香港、新鮮市、東ン,ン市、マカオを結ぶ三角地帯を中心とする地域の故障である。世界最大の都市圏で都市圏人口は7342万人である。1978年に改革開放政策が始まって以来、香港の広配地として発展し、香港だけではなく、 日本や台湾の企業なども進出している。経済特区として、早くに開放された、新鮮のほかその北に位置するトンガンに、パソコン、電気製品などを製造する、外資系企業の工場が多く進出し、世界有数の製造業の集積地として知られる。出稼ぎ労働者を含めた、域内人口は7000万人を超えるとされ、韓木海地域、長江デルタ地域と並び、 中国でも最も人口が密集した地域の一つである。2014年の域内総生産額は5兆7650億元でありであり、関東省全体の85%を占める。多摩エデルテ発展計画で2020年までに GDP が2兆6000億ドル、1人当たりの GDP が13万5000元まで引き上げることを目標にしており、2000km に及ぶ。 都市交通、地下鉄の建設が予定されている。ありがとうございます。